はいどうも、ゆきほたるオリジナルキャラクターズ、ほたると、あれの、ダークソウル、できます。と言っても、猿はほとんど喋りません。よろしくお願いします。はい。それで、ご覧の通り、HP、1メモリ分、体力、8の、HP132 でいこうと思います。レベルは24。色も、その他もろもろはね、準備中にいろいろ拾ったり、あげたりして、頑張ってみました。では、やっていきましょう。最初のところはね、あんまり、大したものは、大したことはないでしょう。ほい。さあ、おいで。ほい。魔法や弓も、まだ全然あるので、取り使っていきましょい。もうダメージ食らったらそれが致命傷になっちゃう。怖いですね。ちょっと怖い。はい、ポン。投げた、燃えた、飛んだ。拾う。ちょっと避ける。はい、攻撃して、ポン！何かな？防具。どうしよっかな。パリ！来ちゃう？あんなかったか。はいはい。では、どんどん進んでいきましょう。今日の目標は、とりあえず黒騎士を倒し、急騰のデーモンを倒すところまでは頑張りたいです。あー、怖い。怖い。はい、かかってこい。おいでおいで。ほい。どうしようかな。先に、この。ほい。ボールとか回収しましょう。なるべく。はい。自撃で死んじゃうのかな、やっぱり。二撃三撃は平気でよ、受け切れるようにはなり。もう後半行ったら一撃なんだろうな。バルデルの時点で危うそう。はい。後ろに下がっても、攻撃があれば、結構、距離を出てくれるから、やりやすい。なんで、広い範囲を攻撃するから、いや、これで使い勝手がいいな。とはいえ、とはいえ。はい。ガードは持ってるよ。おいでー、おいでー、おいでーってな。おやー。おい。
クズは交換よ。ここでの一番の難関ってどこだろう？黒騎士？ハードタット、よいしょ、削れない。みんな大好きな足いい速攻。完全にソロプレイでこの HP だからボス戦が一番きついと思う。あ、しまった、火両手持ちだったの忘れてた。ほい。おいで。ほい。ほい。帰ってこいや。お。侵入の脅威はないにしても、毎回毎回ギリギリになるのが怖いですね。あ、でも、魔術師さんのエルミア。どうしようかな。あ、あのお金は使わないにしよう。約束。やったな。あ。はい。なんか HP 回復の。ある盾とか矢が欲しい。いやー、序盤で手に入るけど、盾に関しては終盤だからな。クロスボウはな、僕は上がらないし、クロスボウって強化できたっけ？弓が強化できるから強化できる。完全に武器、左寄りになった。かかりましょう。
こっちだってすぐわかるんだね。あ、いた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 。はい。か。トビンの巣も上げられないのか。と考えるとめちゃくちゃ辛いのでは。若干足がしびれてしまう。なんで。あぐらも書いてないの。あ、いた。割と追尾してくる。まあ、なんとなく、こんなところで死ぬ気はしてた気が出た。まあ、なんかに。まずい。うわ、まずい。こんなとこで2回目の死を遂げてしまった。ちなみに。ほい。ほい。これの欠点はあれですね。攻撃後の硬直が長いことです。まずいですね。ほい。よっ。パリーができた、パリーじゃない、バクスターができない。ああ。
意外と死ぬ。意外と死んでる。やばい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 。ああ、当たんなかった。お願いします。はい。冷静に。よしよし。ドン。ドロスボー。目はいらない。はい、落とすか。ボス戦の生命線。まあ言って、攻撃力自体はガンガン上げられるから。まだね。はい。はい。はい。アクスタするのと魔法でダメージを与えるのはどっちが早いのか。うん。うん、月が走ってくるさなかで。来ない。来ると思ったら来なかった。ワンモア。おい、ああ。ちょっと、早かったかな。19分経ってる？まあ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 。急騰までは多分そんなかからないです。多分トラック、あたー、弓。
弓、そうだ、弓がある。手には弓があった。はい、はい。はい。ね。えい。あ、後ろから来そうだけど。いた！え、ちくー。ここから頭を。あ、全然違う。一番、取れる。よいしょ。ビューティフォー。ちょっとした。はい。あ。意外と、ビューティフォー。おお、たる。いいこそは。はい。あーや。